どうも TQQ です。オーバーウォッチ2ベータでは今訴状音がかなり強いです。オーバーウォッチリーグでもメタ化していてかなりのピック率を誇ってます。ただ強いんですけど、ヒットスキャンプラスプロジェクタイルプラススナイパープラス高機動っていうかなり難しいヒーローとなってます。ざっくり立ち回りを紹介すると、タンクでエネルギーを貯めて横にちょっとずれてワンピック狙うみたいな。エネルギーは83か4以上で200族を倒すことができます。あと右クリックの距離減衰がないから遠距離で撃つとえぐいです。なんか奥の方で相手の穴がスコープ覗いてる時とかめちゃめちゃチャンス。ほんでアビリティのパワースライドは安全に高台に移動したり逃げる時に使うのがメインとなってて、パワースライドで詰めるのは若干危ないんちゃうかなと。まあでも人数差あったら使う時もあります。これ刺さるとめちゃめちゃ気持ちいいやつで、2個目のアビリティのディスラプターは相手タンクとサポの間に打って相手タンクを孤立させたり、フランカーに揺られないように使ったり、味方のウィンストンとかボールとかがいたらそのスラムとかジャンプに合わせたり、いろいろ使いどころがあります。あとアルティメットはもうゼロダメージかマルチキルみたいな。ゼニアッタの交際でも突き抜けることができるんで、乱戦中にお互いスキルを使いまくってる時に使うと強いです。頭を丁寧に狙う意識でやってます。難しいんですけどかなり強いんで練習してみても損はなさそう。ということでオーバーウォッチ2で初めてのネパール、ぜひご覧ください。お、気持ちよすぎる。最高やこのゲーム。え、シグマの頭か今の。めちゃめちゃロやねんけどな、あれ頭やったら最高やったな。いや待って、あーやってもった。軽く出せんかも、ごめん。あー、オーマイガー、ここどかしたいねんけど。どういう、あ、アイコスどっか行った。まずい、よしナイス、危ねえ。もっとキル取りて、今のサブ攻撃命中率が 62%、 70% いこう。宿すわ俺、ちょっとモニターに近づいたら宿るから。ぱよん、あ、相手もジャンカクイーンや。いや、やっぱポークやな、あんま中入らんほうがいいわ。ヤドセ当たってる。お、ウィンストン出てきた。ウィンストン初めてかも。でもな、バリアにたばんねんな。 90% きた。飛んできたところ、飛ん
でくる前やな。宿せ。オーケー、宿り、宿りにピック。関係なかった。ヤドンの遅かった。ヤドンの遅い、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 ヤドンの遅い。ヤドン、二ドラン、オス、二ドラン、メス。ヤドレ、出てこい。オーケー、ヤドった。ヤドっていくのよ、こんな感じで。インストのせいでヤドってるからな、俺は。もう一回どれ、もう一回どれ、やどれよ。あん、当たってないのか今の。オーケーだぞー。ああいうさ、遠距離から距離減衰なしで行くのやばいんやけど、めちゃめちゃ気持ちいい。俺使ってもうたらマジミス。ここら辺置いとこう。98、やどれ、惜しい。もう当てんかい、タイヤに。オッケー、あともうちょい欲しい。あー、うわやば、ウィンストンに対してもめっちゃいいかも。あー、ちょ、エコーに当てんのむずい。近くやっていけそうやねんけどな。頭入ったよな今。こういうとこ出てくるぞ、こういうとこ出てくるぞ。モイラを抜けるかどうかで。あー、死んでもた。なんか、いや、ビビって撃てへん時あんねんけど、パワー速くなったらさ、ゆっくりどっこーみたいな感じでビビって撃てへんくなる。甘えてタンクに打つ。甘えね、マジ。マジ、ナノソジョン気持ちよすぎやろ。早すぎてね。いい阻害です。待って、おー、アドレナやばい。Try and see 92. It's in one. Oh, the net. Junkra. あと何？そこなんかいる？終われ！よっしゃー！
ということで今回の動画はここまでです。この動画が良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあね。